んちゃんとロマは寝てます。寝てます、はい、今日はリクエストでいただいてた What's in Mother's Bag、はい、っていうカバンの中身をご紹介する動画を撮っていこうと思います、はい、まずそうまず、まあ、カバン、カバンですね、私たち2人で使ってるカバンはインスタで見て普通に可愛いから注文しちゃって、でもこれはあの子供なんかある、そうそう、お母さん用というか、なんかゆもちゃん、うんうん、ベビーカーにこう一緒に、うんうん、こういう風に取り付けれるカバンになってて、なんでいいって思ったかは中にあのすごいあの区切り、うんうん、カニマンのよ、だからなんかいろんなものをやっぱ持ってかなきゃいけないから、そういうのがこう整理しやすくていいなって思った。じゃあ何が入ってるか見ていきますか、はい、ご飯が生まれてから2人でこれ1個一緒に使ってます。そう、あ、なんか私のカバンとかイカのカバンはなくなって、もう本当に高いカバンじゃなくてブランドないこういう高性能カバン、そう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 、使いやすい、あいくらかするの、でも1万円以下でした、はい、うんうん、じゃん、これはすんちゃんの、うん、仕事用のスケジュール帳で、これはまあペンションの予約の状況とか、そうそう、 YouTube のアイディアとか書いてる、これもね、すごいいいのよ。買ったんだよね。そう、いつもペンとこれ分けて持ってたら絶対1個忘れるじゃん。だからペンと本、本ペン。まあ最近のマストアイテム。確かに。マスクです。そうです。マスク持ち歩いてます。はい、いつでもね、なんか忘れたら大変だからさ、今の時期。じゃあ次。これは最近ロハンチが麦茶。そう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 、こう水分補給で取れるように持ち歩いてるんですけど、哺乳瓶にストローつけるやつを買って使ってます。はい、じゃあ次はロハンのおむつ替える布団です。はい、保健所でもらいました。はい、はい、次ミスティッシュ、ロハンチのお尻拭きになります。ロハンチのおむつ大体、そうだね、そう3枚ぐらいを持ち歩いてます、うん、はい、さあ次これ紙のゴムです。紙とこれです。あ、そうそう、やっぱりあのロハンチ授乳するときとか、ロハンも最近すごい紙引っ張るんですよ。だからちゃんと紙まとめれるように持ち歩いてます。あと次は手の消毒剤。そうだね、最近はマストだね、はい、そうだね、うん、はい、じゃん、そうそう、お手拭き8枚から10枚ぐらいいつも持ち歩いてます。そうだ、ロハンの服、そう、あの、もしこう入っちゃったりとか、なんか汚れちゃったりとかのために一応持ち歩いてて、これはみんなわかるかな、多分インスタ見てたらわかるけど、これすんちゃんが作ったカーディガンで、はい、あのカフェとかやっぱ韓国めっちゃ寒いから、うん、そういう寒い時に着せるようにカーディガン、まあ、ワンセット着替え、ロハンの着替え持ち歩いてます。これも私が手作り。あとはあの、あんまりこれ使わないけど、あの名前入りのよだれかけかな、うん、田舎者になるお越しです、ロハンチの。日差し強い時とかに使ってます。虫除けです、この季節蚊も多いし、そうそう、虫も多いので、そうですよ、子供にも6ヶ月の子から使える虫除けスプレーです。はい、じゃん、これはこれも多分インスタ見てる人はわかるけど、私が愛用してるあのサンクリームになります。はい、日差し強いのでね、使ってます、はい、次はじゃん、ではロハンがなんか顔乾燥したりするからスーディングジェル、一応おまけでもらったスーディングジェルかな、ちっちゃいやつを持ち歩いてます。ロハンチのおしゃれ、おしゃれアイテム、櫛、はい、ロハンチの髪を整えるのに使ってます。わーちゃん、私 の、 あのリップちゃんたちです。こっちは 3C で、ジュインゴンっていうやつを使ってます。次はおむつ替えるときに、そう、あのおむつを入れるとか、なんか汚れたものを入れる袋を持ち歩いてます、はい、あとはじゃあこのロハンチのおもちゃをカラカラって
する人形です。はい、これはスンジュがくれたものね。ありがとうございます。はい、あとは、じゃーん。これなんだっけ？チョキチョキ。チュッチュキ。そう、日本語でなんて忘れちゃった。まあ、チュッチュキなんだけど、これはロハンはチュッチュキとして使ってなくて、縛り木。なんか歯がかゆいから、それをなんかこう、噛むときに使ってます。それでこう落ち着いたりすることはないよって感じ。はい、一応持ち歩いてます。これ何？髪みたいな。これこれ。これ何？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 やっ。行こう。なんでこれ、リカ、いつから好きだったの、そんなに。ファンだった。ファンだった、なんか、俺のことそんな好きだったね。いやロハンはこうならないでほしい。なんでなんで、いいじゃん、いいじゃん。これ、あの、中学校、卒業式と時だったのね。そうなの。男全員それが。少ない。私、あの、すごい田舎で卒業したから、うん、あの卒業、中学校卒業するときだけど、私初めてパーマしたとき。そうそうそう。まあだからゆかが好きだったね、この写真。カバンの中にも持ちあげる？ある感じ？やっぱファンと一緒に住んだらね、たれ大変だよね。たれ大変だよ、ファンと一緒に住むのはね。まあまあまあ、どうどう、こういう時は。俺本当にもう本当に聞かない男の子なんていうか、これ俺の人生行きます、クローズゼロ。本当だ。おい、行こうぜ、中学校卒業したからさ、これからだぜ、うちらとかさ。なんかすごい田舎のクローズゼロとか。でも俺だけなんか顔いいじゃない、でも。え違う。どう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 、かわいい。え、怖くない。こういう時、え。ちょっと待って。じゃあ、はい、こんな感じの、こんな感じの私たちの、そうですね、そうです、マザーズバッグの中身だったんですけど、はい、皆さんどんな感じかな、わかんないけどね。私たちはこんな感じのアイテムを中に入れて出かけてます。はい。これはない、これはない。じゃあ全体的に見せようか。はい、感じのが中にありますね。やっぱりね、あのお母さんになると、というかお父さんとかお母さんになると荷物めちゃめちゃ増えるので、自分たちの荷物は、まあ、俺これしかないよ。私もこれ、これ、これ本と、これぐらいか。私これとこれと、まあ携帯だけかな。あ、そうそうそう、大事。これゆかのじゃん。じゃないよ。はい、そうなので、なんか本当に持ち歩かなくなるんだよね、自分のものは。そうだね。でもできるだけ軽くしたいけど、できるだけ軽くしてこれ。そうだから、まあ私たちは最近はこんな感じです。まあロハン中心ですね。うん、そうです。はい、こんな感じの、はい、今日は簡単にマザーズバッグ、マザーズバッグの中身をご紹介してみました。今日ロアンが寝てたから、ちょっと、お見せできなかった。そうそうそう、すいませんです。すいませんです。はい。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムと TikTok フォローとチャンネル登録お願いします。次の動画で会いましょう。何がもや、何がもや、何がもや、Ha ha ha!